づくなどという野蛮な行為は嫌いなのですがね。それに前々から君のことを鬱陶しいと思っていたんだよね。それはお互い様でしょう。なんか強くなってない。安心しなさい、あなたと同じ程度の力しか出していません。ああムカつく。受肉した上に名前までもらったからって偉そうに指図しちゃってさ、死んじゃえ。僕のニヒリスティックバニシの味は嘘でしょ、僕の魔法を。ハンデとして食らってあげたのですがね、そろそろ限界のようです。限界？時間切れか。魔素で作った仮初めの肉体が崩れ始めているようですね。これくらいなんてことない。何邪魔する気？お嬢様、ここまでです。ノワール様、いえディアブロ様、ここは一つ矛を収めていただけませんでしょうか。まだやれるんだから。お嬢様、ご報告が。今それどころじゃないの分かるよね。ディアブロ様がおっしゃっていたようにラキアメが勝手な振る舞いを。話は済みましたか。ラージャから手を引くなら今回は見逃して差し上げますよ。まあいいや、見逃してあげるのはこっちだから、僕の優しさに感謝しなよ。さあお嬢様。ところでさ、そのディアブロって名前、またの機会にじっくりと語り聞かせて差し上げますよ、リムル様の素晴らしさをね。リムル、じゃ。まったく、後始末もせずに帰っていくとは手間をかけさせる。